頭の中に変な文字が浮かぶんやって言ってきてね。はい、皆さんこんにちは、のりりんです。お元気でしょうか？今日は私の子供3人についてご紹介しようかなって思ってます。それぞれにめっちゃ個性豊かやので楽しんでもらえたら嬉しいなって思ってます。で、私はシングルなので3人が一緒に協力してなんとかサポートし合いながら生活しているっていう感じです。まず長男なんですけど、高校生の宇宙人がいます。で、2人目は女の子で中学生で、あの重度の複数の障害を持っているんですが、めっちゃエネルギーとかに敏感でいろいろ見えてる感じがします。で、3人目は私がよく動画で言っているアリエールっていう、アリエルちゃんっていうニックネームなんですけども、おそらく人間初めてだと思うんですよ。人間にお試しで何回か来たことあるけども、こうやって何年もがっつり生きているのはどうやら初めてのよう で、どこから来たんやって言ったら、どうやら天使界から直接来たようです。不思議な話ですよね。で、まず長男の話からなんですけど、小学校4年生の時にいきなりね、ママ頭の中に変な文字が浮かぶんやって言ってきてね、何変な文字ないやろと思って、そしたら試験を解く時とか何かに集中する時に頭に文字が浮かぶんだと。で、それが浮かぶ時はテストの点数がいいって言ってるんですね。言うたらその文字を見ながらカンニングしてるんちゃうかっていうふうに思うんですけど、それで変な文字ないやろと思って、凡字やと思ってね、凡字一覧をネットで探して見せたんですよね。そしたら、こんなんじゃないねん、こんなんちゃうとか言って、え、変な文字って他に何と思ってね。ほんで、その時、当時は私も全然知識がなかったんですけど、なんかいろいろ検索していくと、神代文字、神代文字っていうのにたどり着いて、神代文字一覧っていうのを長男に見せたんですよ。そしたらこうやってわーって見て、これや、これがよく出てくるんやって言ったのが出雲文字やったんですよね。その出雲文字の中でもこの文字がよく浮かぶんやみたいなね、ことを言うような不思議な子なんですけども、はい、それで今高校生なんですけども、全然反抗期がなく、とても穏やかで毎日を楽しんで無邪気に過ごしていますね。私がご飯ができたよって言ったら、スキップしながらリビングにやってきて、何今日の夜ご飯何っていうような子です。で、おやつとかをお部屋に持って行っても、もう携帯でなんかゲームかなんか知らんけど集中してやってる時でも、顔を上げて満面の笑みでわーっとか言ってね、喜ぶような子ですね。すごい無邪気な子やなって思ってます。それで昔からすごく頭が良かったんですよね。記憶力もすごく良くて、一瞬で何でも覚えてしまうような子やったんですね。だから2歳前にはもうカタカナもひらがなも読んでいたし、で、早い段階で漢字も読めていたし、で、2歳前には国旗170カ国かなもう全部覚えてましたね。で、幼稚園の時にね、奈良のアスカの博物館に連れて行ったんですよ。私が藤原京にちょっと興味があってね、行ってみようかなと思って連れて行ったらね、もうすっごい興味津々やって、いろいろ喋り出したんですよね。私が教科書とかで知っているような知識以外のこともいっぱい喋り出したんですよ。それほんまなんみたいなね、そんな感じやったんですよ。いや、めっちゃ栄えてるやん、アスカ時代っていうか藤原京で。あまりにも詳しいことを幼稚園児が喋るので、あ、これはこの時代に生きていたなと思って、その飛鳥時代の人のこの一覧表みたいなのがあったんですよ。それで私はこの字読めないから、こう何々みたいなことを説明していった時に、あ、これって言った人がいてるんですよ。で、これやったん、この人やったんとか言ったら、うんとか言って、で、ママはその時に女の人ですぐそばに一緒にいてたよっていうことを言ってはって、で、私もその当時の時代のことを少しだけ知っていて、その時代に私は女性として縁の行者と会ってるんですよね。
で、それは知っていて、だからその時代がマッチしていて、同時に私もそこに生きていたっていうことが証明されたなっていうふうに思ったんですよね。で、それだけじゃなくって SNS に長男の写真を載せたことがあって、その時はね、初めて載せたかなんかやったんですよ。それで SNS でフォローされているだけでね、全然普段やり取りも全くしたことがなくて、会ったこともない人がいきなりというか、必然なのかたまたまなのかわからないんだけども、私の長男の写真を目にしてメッセージが来たんですよ。そしたら、ちょっと言えないんだけども、有名な、すごく有名な名前なんですけども、その名前を言って、ここにいたのみたいな、発見したみたいな感じで、その人一人でめっちゃテンションが上がっていてね、まあ、何や何や何やと思っていた矢先に、数日後ぐらいに、それもたまたまなんですけど、いろいろな記憶を持っていて、高次元の意識で生きていてね、そういう知り合いがいたんですよ。メッセージのやり取りだけするような人がいててね。で、その人からいきなりメッセージが来て、何何何何やと聞いて、どう思いますかって言ってきて、で、その時に私も鳥肌がブワーって立って、うわーって言って、知ってる、私この時生きていましたとか言って、この時生きていましたっていうことを言ったんですよ。で、そしたらその人が、そうですよねとかって、私たちその時代にいてたんですよって言ったんですよ。で、そこで、うわ、シンクロ、こんなタイミングで起こってきたのすごいなって思ったのは、実はその何々何や人っていうのが人種の名称やって、それがあなた何々ですよねって起こってきた人の人種と一緒やったんですよ。ほんで、わあ、一致するわと思って、それで、わ、この子ほんまにその人が言う、その有名な人本人やったかもしれへんって思っていた矢先に、また矢先にとか言うねんけど、ルカさんって言って宇宙系チャンネラーの人がね、ソウルマンダラっていうのを書いてはるんですよね。で、それで私の魂のことを自動書記か何かで絵を描いてくれはるんですよ。魂の形みたいな感じでね。で、すっごい細かくて美しい形で、人によったら全然形が違うから、出来上がるのがすごく楽しみやってね。その魂のキーワードっていうのがね、何個か10個ぐらい書いてくれてはるんですよ。魂に刻まれているキーワードみたいなのがあってね。で、そこにその長男の過去生の名前が載ってたんですよ。で、うわ、つながったみたいな感じでめっちゃ興奮していて、で、それは魂に刻まれたキーワードやから、あなたが感じ取って思い出してくださいっていうやつやから、そう、なんでそれとつながりがあるかっていうのは聞いたらダメっていう掟があったから聞いてなかったんですけど、で、そこで、うわ、シンクロやっていうふうに思ったことがありましたね。そう、それで学校とかでもめっちゃムードメーカーで、すごい優しくて思いやりのある子なんですね。で、将来は何になりたいんかなとか気になるところなんですけど、まだ全然考えていないんだけども、人のために生きたいと。で、お金も人のために使っていきたい。で、相手の気持ちを思いやる人になりたいっていうことと、あと目に見える事象はそれぞれに意味付けしているのは自分だみたいなことをね、書いていました。それはたまたま部屋に落ちていた原稿用紙を読んだんですけどね。で、あと今思い出したのは、小学校 3,4 年生ぐらいの時に、私が佐藤光郎さんの神様の本あるじゃないですか、神様との約束やったかな。で、それ結構分厚いんですよ。で、それを読んでいたら自分も見たいって言って読ませてあげたんですよ。そしたら、もうあっという間に熟読して、めっちゃ分厚い本で、私もなかなか読み進めるのに大変やったんですけど、それをあっという間に熟読して、あ、これ書いてることほんまやでみたいなね、全部理解していてね、元から真理を知っている子だなっていうことをね、その時に思いましたね。で、あと小池さんのド S の宇宙さんっていう宇宙銀行の本だったかな。で、それも置いてたんですよ。それもなんか全部中身を把握していて、そうそうそう、うんうんうんっていうようなね、それを小学校低学年の時に言ってましたね。で、一緒に UFO を目撃することも多いですし、で、普通に何も思わないです、あーみたいな目の前で消えても別に反応しないみたいな感じでね。で、小学校何年生の時か忘れたけど、一緒に2人で電車乗ってた時が満員電車やったんですよ。それで
窓の外に UFO が3機現れてめっちゃ近かったんですよね。でそれが姿形を変えて2機になったり1機になったりまた3機になったり分裂を繰り返して、そんでしまいに飛行機みたいな形、それもまたあの変装下手くそやなみたいな感じなんですけど、飛行機みたいになってまっすぐ上に飛んだりしててね、わこれすごい面白いパフォーマンスやわと思って、ちょっとビデオ撮ろうよビデオ撮ろうよって言って私らここで2人で騒いで、このビデオ撮るの満員電車がなかなか撮られへんで、わー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 とかやってこうやって2人で騒いでんのに、周りの人見えてないのか、え何やってんのこの人らみたいな感じやったんですけどね。まあそんな面白い体験がありますね。で長女は今中学生なんですけど、あのお腹にいる頃からちょっと異常があったんですね。それでちょっと仮死状態のように生まれてきて、外をあのドクターカーで運ばれてっていういろいろ手術とかなんやかんやして、今最重度の知的障害と自閉症とあと身体障害者が2級でいろいろあるんですけど、 でもあの前の動画でも言ったように、今中学生なんですけど小学校1年生ぐらいの子にしか見えないんですよね。でバランスよくちっちゃくって、それでちょっとだけ知恵遅れかなみたいな感じに見られるので、むしろなんか可愛らしい感じなんですよね。でその子は結構ね手がかかる言ったら、まあそりゃかかるんですけど、すごい記憶力が良くて、一つの事柄にめっちゃ天才的な能力を発揮するんですよね。それがすごいなっていうふうに思ったりするのと、エネルギーに敏感なので、私が常に良いエネルギーを放っていないとすぐ反応するんですよね。だからそういう訓練にもなってますね。コミュニケーションっていうのがとても苦手なので、テレパシーの練習にもなっていると思います。そういうのを訓練するために近くに生まれてきたのかなっていうふうにも思うし、で本当に愛そのものの存在なんですよね。光そのものっていうか、もうすっごいその子がいるだけで明るく照らされてっていうね、パワースポットみたいな感じなんですよ。施設行ってもすごく人気者でね、でそれを見てめちゃくちゃ気づきも多いし学びも多いんですよね。だからあのこうやって一緒に家族として生まれてくるってことは選んで生まれてきたんだなっていうふうに思います。で3人目のアリエルちゃんは、なんでアリエルちゃんかって言ったら、大天使アリエルのエネルギーをどうやら持っているみたいなんですね。ちっちゃい頃にアリエルは私だよみたいなこともね言っていたんですよね。で、2歳ぐらいの時にやたらと変な文字をグワーって、ここまで言ったら行変えてグワーって書いて、普通の落書きじゃないんですよ、グワーグワーって書いて、これなんか意味のあることを書いてるんだなと思って、私は写真を撮って保管してたんですよね。それで私がこう宇宙のことを知り出してからね、あこれもしかしてダウンロードしてるのかもしれない、宇宙語自動書記で何かのメッセージを伝えようとして2歳の時に書いたのかもしれないと思ったんですよ。それであのヤンガスさんと友達やってね、そのヤンガスさんから紹介されたのが山口聖子さんって言ってね、その後一緒にイベントとかしたりしてるんですけども、で彼女がリーディングできるからっていうことで紹介してくれてね、で彼女にそれを見てもらったら、あこれも完全にダウンロードしてて波動語ですねっていうことをおっしゃって、でそれを読み解いてくれたら、あの私はママをサポートするために生まれてきたんだよっていうようなことを書いていてね、何も心配することないから私に任せてくださいっていうような、なんかすごい訳が長かったんだけども、今覚えてるのはそれだけなんですけど、その通りに今めちゃくちゃサポートするのが大好きというか、もうそれが天命のように思っているのか、人のお世話をするのがすっごい大好きなようで、学校でも誰かが何か困っていたら率先して助けに行くとか、何かがこぼれたらもうすぐ雑巾を取りに行って拭くとかね、そういうことをなんか周りに気を配っているというか、そういう子なんですよね。幼稚園の時に3歳ぐらいの時かな、ママ手のひらから透明線が出てるよって言って、え何何それって言って、ママの手のここからね透明線が出てるの、光みたいなのが出てるよって、え何それ両手出てるみたいな感じでね言われたこともあったりだとか、でここの天使の輪っかの色だとか、まあ、前の
あの天使の羽がちっちゃかったのがどんどん成長してきて今は30だよとかなんかねいろいろね教えてくれたりするんですよ。で前は私のイベントとかにもよくついてきてたことがあって、その時にお客さんに聞かれたら、あ、天使の輪っかの色これだよとか、前の色はこれだったけど今はこれだよとかなんかね教えたりもしているような子なんですよね。でその子は今はね見えない存在の絵を描いています。私たちっていうのは守護している存在がいっぱいいるんですよ。もう 何千って言ったら大げさなのか知れないんだけども、数えきれないぐらいいててね。で中にはご先祖様もいているし、宇宙人もいてるし、天使や竜やいろいろな存在に守られているんですよ。絵を描いていることが得意だったら、その絵を描くのが得意な人が前に出てこう指導していたりだとか、私の前は指導霊が縁の行者なのでいろいろお世話になってるんですけども、でその指導霊とか、まあ、そういういろんな存在に守られてるんですよ。でもそんなん一気に絵描けられないじゃないですか。それでここにいる存在がそのご主人様に自分いてるよってねアピールしてくるんですって、アリエルちゃんにね。でそしたらアピールしてくれる存在が光って見えるらしくて、その絵を描いてあのプレゼントしています。でその絵を描くだけじゃなくって、その人がそのご主人様に伝えたいメッセージっていうのを一言添えて、あのそしてそのご主人様に呼んでもらいたい名前もあの聞き取って描いてるんですよね。でそういう存在って名前がないんですけど、これで呼んでほしいみたいなことを伝えられるらしいです。それで前依頼いただいた方はね、なんていう名前だったかちょっと忘れたんだけど、多分マギちゃんかなんかそんな名前だったんですよ。で、そんでその方にお渡ししたら、実は最近亡くなったペットの名前なんですとかね、でその一言メッセージも、いやなんでわかったんですかみたいなねことで結構ピンポイントで書いているようなんですよね。でその絵は普段写真を送ってもらったら依頼を受けて描いたりしてるんですけど、なかなかねあの宿題とかが忙しくてお待たせする時間も長くなっちゃってるんですけど、今度8日にマルシェをするんですね。そこで出展するので、もし急ぎで描いてほしい人がいたら、あの京橋なんですが来ていただけたら描いていただけます。そこで私もハペの体験をするので、ハペに興味ある人は来ていただけたらと思います。で詳細は概要欄に貼っておくので、場所とか時間とかっていうのは問い合わせてください。でアリエルちゃんなんですけど、本当に小さい頃から天使さんとか妖精さんとか精霊さんとか竜さんと一緒に遊んでるような子やったんですよね。で私が持っているパワーストーンとかともお話ししたりするんですよね。でその医師がこう喋ってるよとか言って伝えてくれたりもしていました。一緒にパワースポットとか行くことがあるんですよね。で私のリトリートとかでもし空きがあって彼女が暇やったらついてくることもあるんですね。でそういう時はね、あ、ここの池にちっちゃい竜さんが100匹泳いでるよとかね、あ、今ここに竜さんがとかね、いろいろ言ってくれはるんですよ。で私の大好きな大好きな桃の滝っていうところではね、私いつも女神さんいるないるなと思ってて、あそこに女神さんいるよねって言ったら、うん、いるよとか言ってね絵描いてくれたりするんですよ。その絵はあの YouTube のショート動画にも載せてるんですけど、今ここに貼っときますねであとねアマビエにも会ったことがあるんですよ。宮古島に行ったっていうのが彼女がまだ小学校低学年ぐらいやったんですけどね。でサップって言ってこういうボートみたいなところに乗って、2人で乗ってね、私はこうオールを持って漕いでたんですよ。その時に何にも言わなかったくせに、コロナが流行ってアマビエのイラストがあちこち出てきたんですよね。でそれを見て、ママアマビエって本当はねこんなんじゃないんだよとか言って言い出して、で会ったことあんの、見たことあんのって言ったら、うんあるよ、えどこでって言ったら、宮古島でって言ってね、えなんで教えてくれへんかったんって言ったら、えだってママ教えてって言ってなかったじゃないとか言ってね、まあ、彼女にしたら普通にいる存在で把握しているからわざわざ教える必要ないっていうような認識やと思うんですけどね。でその時にアマビエと会話をしたりして、でアマビエはこう斜めにこうスーって行くんですって。
でそれもショート動画に載せてるので興味あったら見てください。でその時に書いたアマビエの絵をここに貼っときます。でこの絵を見てもしかしたらピンとくる人もいるかもしれないんだけども、那智大社、熊野の那智大社にアマビエのステッカーが売ってたんですよ。今はもうコロナが落ち着いたので売られてないんですけども、そのステッカーと同じ絵やったんですよね。でそれでびっくりして、いやちゃんと分かっている人が描いたイラストなんやなっていうふうにね、その時思いました。うん。それであとアリエルちゃんはね、自分のことは自分でするっていうか、すごく自立した子なんですよね。人にサポートしたい子やから、まず自分がしっかりしていないとあかんっていうのを思っているのかわからないんだけども、幼稚園の年少から自分で髪の毛をくくり出したんですよ。でもう年長にはこうね、自分で三つ編みしてお団子したりとかねしてましたね。で今でも普通に三つ編みして学校行くんですけど、で小学校1年生の頃にはもう裁縫もできていてね、お兄ちゃんが小学校卒業していらなくなった家庭科の教科書を捨てようかなと思ったら、興味を持って見出して、そんでそれを見ながら裁縫を始めたら、ボタンの付け替えもできるようになって、かけたま汁とかもうお料理もどん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 できるようになって、で家に余っている iPhone でいろいろ動画を検索してはチャーハン作ったりだとか、いろんなもん作ってますね。それでお弁当を作らないといけない遠足の日だとか、そういう時は自分で作ってるんですよ。で朝ごはんも自分で作るし、でお姉ちゃんがお弁当いる時も、ママ寝てていいよ、私が作るからみたいな感じでね、張り切って作ってくれるんですよね。もう本当にありがたくてね。でそれでお姉ちゃんに対してもすごく手がかかって大変なんだけども、率先してお手伝いしてくれるし、私がイベントとかで帰りが遅くなった時は一緒にお風呂入ってるんですよね。ですごく助かるんですけど、もうね2人で水遊びみたいにキャー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 言ってすごく楽しそうでね、で2人で大きな声で歌を歌ってわーって盛り上がってるんですよね。それがすごく微笑ましくて可愛いなっていう風に思います。で本当に兄弟3人仲が良くてね、アリエールが学校の臨海学者みたいなんでぬいぐるみを買ってきたんですよ。そしたらお兄ちゃんがね、おそれ俺のお土産かみたいな感じでテンション上がるんですよ。高校生がねぬいぐるみやのにであまりにもねテンション上がってるもんやから、アリエールお兄ちゃんにプレゼントしたんですけどね。でそんな風に、あとそれとかシュークリームとかケーキの数とかね、余ってた分を誰が食べるかみたいなんでじゃんけん大会するんです。もちろん私も参加しますけど。でね、そこでお兄ちゃんが買ってしまった時にアリエルがね、あ私それその味食べたかったみたいになったら、あじゃあこれやるわみたいな感じでね、そういう風にうまいこと成り立ってますね。そんでお兄ちゃんがお誕生日の時とかはすごい手作りのこういう旗とか作って、張り紙貼って絵とか描いて、わーってもうすごい部屋中飾っててね、それがすごいなって思うし、でその絵でお小遣いがたまるじゃないですか。そしたら母の日であったりだとか、お兄ちゃんの誕生日だとか、ちゃんとプレゼントを買うんですよね。それがすごくて、で前私の母アリエルちゃんにとったらおばあちゃんなんですけど、おばあちゃんには3000円ぐらいのお誕生日プレゼントを買ってました。アリエルも普通に家の中で UFO を見たりだとか、なんかとにかくそんな不思議な子でね、どっかのレストラン行った時にね、お花がこう3つ3種類飾られていて、一輪挿しみたいなんでね、それで私が、あ今ピンクの妖精さんこうピョンってジャンプして降りてきたよねとか言ったら、うんうんとか言ってね、私のこのサニワとかそういうエネルギーのことであったりだとか、そういう見えない存在のことに関しての答え合わせをしてくれてる子やなっていうふうに思いますね。だから私のエネルギーの勉強は師匠だけじゃなくて彼女からも受けていて、であこの人はこういう存在がついてるよねとか言ったら、うんうんとかね、いろいろでこの人はこんな感じでとか言って交代合わせっていうのをね、いろいろさせてもらってましたね。3人ともいい子に育っているなっていうふうに思います。親が干渉しないんですよね。結構放任なんだけども無関心ではないんですよ。その人それぞれが
一個の魂の存在として見ていて、で心配だなっていうエネルギーを起こってしまうと、もろに子供は感受性が豊かなので受けてしまうんですよね。だからそういうエネルギーではなくて、その人の存在そのものの価値を認めて魂を信じてあげるっていうことをしているんですよ。そのうち気づいて理解するわって、彼女はちゃんと分かっているしできるっていうふうに尊重しているんですよね。それがすごく大切やなっていうふうに思います。だからもう本当にランドセルとか玄関に置きっぱなしでもそんなに注意しないんですよ。ガミガミとか言わないんですよね。ここにあったら邪魔だよねみたいなね、人ごとのように言う、注意しますね。怒るんじゃなくて注意するっていうようなスタンスですね。それでその注意するにあたってもちゃんと理由を伝えるようにすると理解するので、ちっちゃい頃はそれを心がけて理解させるじゃないんだけども、自分のこの根底に愛を持ってこうちゃんと注意するっていうことをねやってました。あと思い出したんだけど、小学校1年か2年ぐらいの時にね、学校で意地悪するような子がいたんですよ。でアリエルもすごい自立していてしっかりしているから、なんかそういうのが気に入らないっていう子もいたんだと思うんですよね。ですごい意地悪をされて、もう本人もうーんって思ってたことがあるんだけども、そこで私が相談を受けたの時に、じゃあ彼女のハート見てごらんって言って、でハートのエネルギーどうって言ったら、あなんかすごく寂しそうっていうことを言って、でそれですごく構ってほしいっていうことで、相手してほしいからこういうふうにいろいろちょっかいかけてきたりするっていうのも本人も分かったみたいで、あじゃあどうしたらいいかなって私が言ったら、あ彼女に光を送ってあげるって言って、で彼女にこう光を送ってあげてたんですよね、ハートに。でそしたら数日後にね、向こうから謝ってきたとでもう仲良くなったっていうことを言っててね、やっぱりそういうコミュニケーション、なんか高次元的なコミュニケーションも自然にできたり分かったりするような子なんだなっていうふうに思いますね。だから私もその真ん中の子がすごい感触とかいきなり起こしたりするんですよ。私が分からない理由が分からないところでね、いきなり感触とか、もうそしたらもうすごい大変なんですけど、そこで私はもうテレパシーのようにとにかく光を送って愛の波動を送って落ち着けようじゃないんだけども、ちゃんと見守ってるよ、分かるよっていう風なエネルギーを送るんですよ。良くなって収まってっていうのはエゴだし重たいんですよ。そうじゃなくって分かるよ分かるよって言って、そういう愛のエネルギーをこうね入れて光らせてあげるっていうことをするとね、自然に落ち着いてくるんですよね。でそういうすごく学びの多い家族だな、気づかされることの多い家族だなっていうふうに思っているし、本当に私を選んで生まれてきてくれたんだなっていうように思います。でアリエールは生まれてくる前の記憶があって、お腹にいる時のことももちろんなんですけど、お腹に入る前の記憶もあって、で神様が雲の上にいたと、それで最初にお兄が降りていった、で次は私が降りようと思ったのに長女が順番を抜かして降りていったんだということを言っていてね。でそれで障害を持って生まれたことによって、もう間髪入れずに降りていかないと いけないと思ったみたいで、もすぐ生まれてきたんです、年子のように。その時に面白そうだな、まあサポートをするっていう意味もあるんだけども、ここのお家に生まれたら面白そうだなというふうに最初思って目星をつけてたんですっていうようなことを言ってましたね。それはもうほんまにちっちゃい頃なので記憶にあるかどうかわからないんですけど、そんなことを言ってました。まあ、不思議な兄弟ですね私も不思議ちゃんなので、ね、これからどんな人生を歩んでいくのか楽しみです。ただなんかね、いろいろあったと思うんですけど思い出せないので、何かあったりしたら投稿しようかなっていうふうに思っています。でこの3人の子育てについて、その本人の個性が活かせるように、それぞれの個性が活かせるような
子育てをやってきたんですよね。でそれも機会や需要があればおいおい喋っていこうかなっていうふうに思っています。はい、今日はそんな感じで3人の子どもたちの紹介を終わります。ではでは、今日もありがとうございました。